どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。今私はニューヨークのマンハッタンマリオットマーキスの前に来ております。本日はですね、こちらのホテルです。マリオットマーキス映ってますかね。こちらのホテルはですね、もう3年前になるんですけども、一応ね、宿泊したことがあるんですよね。で、今回ですね、ちょっと改めて泊まりたいなというふうに思いまして、今回ですね、このニューヨークに、全部でね、6日間滞在するんですけども、今回はですね、5泊ポイント宿泊すると、5泊目無料っていう特典をね、このニューヨークで1回でいいからちょっと使ってみたくて、今回はね、それで宿泊させていただくので、今回はね、5泊、利用させていただきますということなんで、今日はね、12月の30日ということで、1月の4日まで、こちらにね、滞在させていただくということで、今回ね、25万ポイントで宿泊することができて、ちょっと値段がね、いくらあったかな、結構高かったんですよね。はい、まあ年末はね、高いんですよ。でも年始から一気に値段は下がるんですけども、まあ後でね、ちょっと調べて出しておきますけども、結構値段は高いです。で、ポイントでね、宿泊させていただくわけなんですけども、まあ1ポイントね、まあ1円ぐらいで、宿泊できるのではないかという感じですね。まあ多分1ポイント1円以上でいってると思うんですけど、で、このマリオットマーキスはですね、まあ知ってる方は多いと思うんですけど、ニューヨークのタイムズスクエアがね、そこにあって、本当にね、ちょっと飛んでますね。こんな感じでタイムズスクエアが目の前にあって、今日はね、12月の30日ということで、今回はですね、このニューヨークに来た目的としてはカウントダウン参戦します。はい、ちょっとね、ニューヨークにね、こんだけたくさん来ていて、ニューヨークは好きだと言っておきながら、実はですね、私が仕事して会社員やってた時のね、休みの関係もありまして、この年末年始っていうのは休めなかったんですよね。ですので、このカウントダウンっていうのは今まで参戦したことはなかったんですよね。ですので、今回ですね、カウントダウン、もう参戦しつつ、このね、マリオットマーキスも紹介しつつ、やっていきたいなというふうに思いますので、ひとまず、チェックインね、していきたいと思います。まあカウントダウンの話はね、また改めてしたいと思うんですけども、ひとまずね、チェックイン、まだね、朝の10時半ぐらいで、多分まだチェックインできないかもしれないんですけども、ちょっとね、今日のところは、まあ明日のカウントダウンもありますけども、でひとまずね、編集を終わらせなきゃいけないんで、今日のところはね、ホテル引きこもろうと思っております。ということで、早速チェックインしていきたいと思います。もうね、明日の準備でね、あの道路がね、こんな感じでバリケードがね、結構されてます。明日のね、もう夕方ぐらいにはガチガチのバーケードが組まれて、もう入れなくなりますんで、まあ今はね、まあ前日なのでまだ全然こんな感じで動けるんですけど、明日はもうね、ほとんど動けないみたいな感じなんで、すごいですよね。ということで、チェックインしていきましょう。まあ、あの前回の動画でも言ってると思うんですけど、このホテルはね、あの本当にタイムズスクエアの目の前にあって、それはね、すごいいいんですけど、あのこれも後で話しましょうかね。はい、ひとまずチェックインしていきたいと思います。いやー、クリスマスなのか新年なのかわかんないですけども、すごいですね、イルミネーションは。ということで、チェックインしていきましょう。それでは、なんとアーリーチェックインさせていただきました。めちゃくちゃありがたいです。さっき10時半とか言ってましたけど、今もう全然11時45分でした。よいしょ。では中に入ってまいりました。はい。おお、すげえ。めちゃめちゃ広いですね。そして綺麗。なんかね、改装されたらしいんですよね。まあ、それもあってね、今回泊まってみたかったんですよね。前に来た時はね、もうちょっとまあ綺麗な方だったんですけどね。ニューヨークの中では。でもね、新しくなったということで、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、ということで見ていきましょう。これは、あ、氷入れるやつですね。はい、で冷蔵庫かな。あ、冷蔵庫ありますね。いや、いい。よいしょ。ニューヨークで冷蔵庫があるホテルは少ないですからね。で、ここにミニバーですね。コーヒーマシンのあれですね。で、こっち側に引き出しと。ここは何も入ってなさそうですね。一応全部確認しておきましょうか。よいしょ。はい。
からですね。でテレビです。テレビもかなりでかい、70インチぐらいありそう。でこちら側がデスクと、 AC が4つありますね、すごい。でこちらにマリオットのショップマリオットっていう雑誌がありますね。これは初めて見るな。はい、で机がある感じです。で電気があって、こちらにソファーがあると。で気になるビューは、残念ながらこれはハドソンヤードビューですね。はい、ちょうどタイムズスクエアの反対側ですね。はい、下は普通に工事現場。はい、タイムズスクエアの田も見えないですね。はい、でもね今回エスカレーターのねそばの部屋にねお願いしたら、本当にエレベーターのそばかお願いしたら、本当にね真横のっていうぐらいの部屋に入れていただけたんで、めちゃくちゃありがたいですね。はい、ではちょっと続きを見ていきましょう。でこちらに大きめのソファーがあります。いやこのソファでかいな。はい、でこっちにテーブルがあってベッドがあります。でここのスペースがねめちゃくちゃ広いすごい、スーツケース2つぐらい広げられそうですね。いやーこれはいいな。でこちらに AC が2つと、これ何なんだろう、これ地位充電なのかな、ワイヤレスチャージングって書いてある、多分そうですね。はい、でここに USB タイプ A が2つ、でこちらに聖書ですね。でベッドです。ベッドはかなり大きいです。よいしょ、かなり大きいですね。はい、キングベッドだったと思います。でこっちに AC が2つ、あと電話とメモ帳とランプですね。はい、ランプは両方ともにあります。ではちょっとバスタブ行きましょうか。では左側にまず、おお、クローゼットがありますね。ここに金庫とかある感じで、よいしょよいしょ。はい、トイレットペーパーの替えとか金庫とかもあります。でめちゃくちゃしっかりした金庫ですね。はい、大きい。でこっち側に洗面台ですね。洗面台が独立してる感じ。アメニティは石鹸と、これはボディーローションだけですね。はい、でこっち側に、あ、こっち側にあれなんだ。はい、でこっち側にトイレとバスルームが独立してあるんですね。へえ、珍しいですね。普通お手洗いもこの中にあるのが結構一般的ですけど、でもいいですね。はい、バスタブ付きのシャワーになってます。アメニティはこちらです。で固定式と可動式両方ともあります。これはありがたいですね。はい、この部屋もかなり広めですね。よいしょ。はい、でこちら側にお手洗いと。もしかしたらあれですね、こちらバリアフリーみたいな、そんな客室なのかもしれないですね。いやでも広いんでね、ありがたいですね。よいしょ。はい、こんな感じになっております。ということで今回ですね、マリオットマーキスニューヨークタイムズスクエアホテルですね、まあ、こちらね知ってる方も多いと思うんですけども、本当にねタイムズスクエアの目の前にあるホテルですね。はい、でこのねバーは、このホテルにねバーがあるんですけど、そこのバーも結構有名で、名前が何だったっけな、何回かね行って動画とかもねすげえ昔に出したことあるんですけど、あの360度ね回転するバーだったりするんで、まああのストロベリーなんかが有名なんですけど、まあそれも結構お値段はするんですけど、まあ結構ねあの面白いんで、興味のある方は行ってみてください。で今回ねマリオットマーキス、タイムスクエアホテル、こちらにね5泊、5連泊で、宿泊させていただきます。こちらはポイントでね押さえておりまして、でちょっと値段の方を一応見ましょうか。今回ね25万ポイントで宿泊することができたんですけども、だいたいこの客室で1泊873ドル高いっすねですんでまあ10万ぐらいですか、現金で取ったら結構とんでもない金額になりますね。はい、多分50万超えてくるんじゃないですかね。はい、やばいっすね。はい、
今回1ポイント1円以上で使えてますね。そう考えると今回25万ポイントくらいでね宿泊することができましたんで、かなりねいいですね。はい、ということでこちらにね5泊お世話になります。でこのホテルはですね、リゾート料金っていうのがかかりまして、ディスティネーションフィーがかかります。はい、こんな紙がねもらえまして、ディスティネーションフィーが1日30ドル、こちらはポイントで宿泊したとしてもかかるという感じになりますんで、今回5日間宿泊しますんで、180ドルぐらいね請求が来ると思います。まあこれはね、あのニューヨークとかハワイとかね結構あるんですけども、ニューヨークのホテルはねちょっと限られたホテルだけこれ取られるんですよね。でないホテルももちろんありますんで、私の動画ねずっと見られてる方はね聞いたことあると思うんですけど、あのねコロナの時はね結構廃止されてたんですよね。というのもこれ本当はレストランとかでまあ使えるみたいな感じなんですけど、そのレストランがやってないんでディスティネーションフィー廃止してますみたいな、まあそういうのが結構多くて、まあここはずっとあるんですけど、隣のルネッサンスとかもなかったですし、私が泊まった時ねに昨年か、あとセントレジスとかもなかったんですけども、おそらくねそこら辺もうね復活しちゃってますね。はい、ですんでセントレジスとかねめちゃくちゃ高かったと思います。前ね50ドルとか取られたんですよね。でこのホテルは30ドルということで、まあこの30ドルが5泊分取られて30ドル分使えるみたいな、まあそんな感じになっております。でこれの使い道がバーで30ドルですね、ルームチャージオンリーで使えると。インターネットアクセス、プレミアムインターネット、まあ、これも使えると。あとアトラクションツアー、アトラクションツアーとかもですね、あとフィットツアーズニューヨークセントラルパークエクスペリエンス、まあこれも使えると。まあこういうのも使えるみたいですね。はい、まあここはね好きなのに使っていただければなと思うんですけども、まあ、私はねせっかくなんでバーで使いましょうかね。30ドルって結構あれですね、うん、厳しそうですけど、足出そうですけど、ビール2、3本2本ぐらいかな。チップがねあるんでね、ニューヨークは高いですよね。ですんでそんなに飲めなそうですけども、はい、まあそんな感じになってまして、あとねあれがあります、クラブラウンジがねあるんですね。昔ね違う階にあったと思うんですけど、今ね8階のフロントデスクの階にこのねクラブラウンジ併設されてるみたいで、5時から10時がクラブバーで、5時から7時半がオードブル、あと朝食ですね6時半から9時半で、クラブアワーズ、これ何なんだろうな、クラブアワーズって何なんでしょうね、ちょっとこれは分からないな。まあちょっと時間によって分かれてるみたいですね。でね、毎日じゃないんですよ、曜日がねこんな感じで分かれてますんで、まあ曜日によって使えたり使えなかったりするみたいですね。で今日はねニューヨークは金曜日ですね。あ、今やってるんだクラブアワーズ、午後2時までやってますね。でもこの部屋ね、あのお水も置いてないんで、これもらいに行った方がいいですね。行きましょう、これ終わったら。クラブアワーズってのは全体の時間なのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、ひとまずね今日2時まで、2時に閉まっちゃいますんで今日と明日は。はい、ということなんでとりあえずお水だけはねゲットしてきましょうっていう感じですかね。はい、客室アップグレードは多分されてないと思いますね。まあでもねこうニューヨークの目の前のホテルで、あの私個人的にはですね、ここのホテルあのディスティネーションフィーがかかるんでちょっとあれだなっていう、まあこれはもうしょうがないんですけども、今どんどん復活してきちゃったんで。でもねこのホテルはですね、あのこういうなんですか、柱が真ん中にエレベーターがあってこうあるんですよね客室が。ですんでエレベーターから遠い部屋だと本当にめちゃくちゃエレベーター遠いんですよ。ですんでね、あの観光行きづらいんですよね。なんか忘れ物したってなるとすっげえ時間かかったりするんで、あんまりおすすめしてなかったんですけど、あのエレベーターの近くをねリクエストするようにしてください。そうすればいいかもしれないですね。はい、でもその代わりねエレベーターのそばはねこういうビューになるんで、タイムズスケアが見たい方はタイムズスケアをリクエストして、でタイムズスケアが無理だって言われた時はエスカレーターのそばにしてくださいみたいな、エレベーターか、はい、そばにしてくださいみたいな、まあ、そういった感じでね言っていただくのがねいいのではないのかなと思います。はい、ということでひとまずお水をもらいに行ってきましょうかね。でお水をもらいに行ってそのままちょっとね今日のところは編集作業に当てたいと思いますんで、ちょっとねホテル引きこもって頑張りたいと思います。ではクラブラウンジに来ました。めちゃくちゃでかいですね。バーも一緒になってるんですね。
で、どうやらね、フード&ビバレッジクレジットは毎日使わなきゃいけないみたいで、ですんで、毎日30ドル使うか、っていう感じですね。私はどうしようかなっていうところなんですけど、ちょっと考え中です。いや、めちゃくちゃ広い。すごいですね。こんなに広いと思ってなかった。そして思った以上に使ってる人はいない。で、コーヒーマシンとスナック。すごい、プレッツェルとかある。実際にはね、ヨーグルトとか、ソーダとかもありますね。はい、これはもらっていきましょう。あと、コーヒーとかも飲めるんですね。で、こちらには、これ何なの？これ何？ちょっとわかんないな。ちょっとわかんないですね。で、お水。いや、すごいですね、うん、では飲み物をいただいていきましょう。おはようございます。今ね、朝になりまして、時刻は12月31日の映ってるかな、4時41分今深夜、まあ、朝の4時41分ですね。で、昨日ね、編集をしてそのままね、あのアップロードまでやって、もうバッタリっていう感じでそのまま寝ました。で、今ね、ニューヨークは12月の31日の朝4時ということで、本日はですね、カウントダウンの方に行きたいと思います。で、今日の天気はですね、ちょっとね、今怪しいんですよ。今日の最高気温は10度、最低は5度ということで、あのそんなにね、ニューヨークとしては寒くない。いつもこの時期は多分氷点下になってると思うんですけど、まあいい方なんですよね。なんですけども、今日のね、6時、5時、もう2時ぐらいから雨予報です。はい。でも、降水確率も 60%、60%、50% という感じで、はい。1日通すと、80% みたいな。まあ、これはあの、アップルのね、あのやつでこんな感じになってるんですけど、まあ、外れることを祈って。一応ね、曇り予報なんですけど、まあでも5時ぐらいからね、雨っていう感じなんですよね。まあカウントダウンなんで、まあ12時までね、いなきゃいけないわけなんですけども、いやー、心持つかな。あのね、傘は持ち込んじゃいけないんですよ。傘はダメ。もし行くんだったら、もうカッパしかないんですよね。でも残念ながらカッパは持ち合わせておりませんので、はい。ですんで、もう防水スプレーは一応結構前に塗った、いつも着てるこのノースフェイスのダウンと、あと一応今回寒い時用に防寒ズボンも持ってきたんですけど、まあこれでしのぐしかないと。いやー、どれぐらい持ってくれるんだろうな。ちょっと6時間の雨はね、本当にずっと強い降りになったらもう多分1時間も持たないと思うんですよね。いやー、どうしようかな。ちょっとね、短歌切ってカウントダウン行きますって言っといて、もしかしたら途中で、帰っちゃうかもしれないですね。はい、ちょっとこれはね、現地に行かないとわからないっていうのもありますんで、はい、これはね、勘弁していただければなと思います。いやー、でもね、見たいんですよね。はい。で、日本からですね、はい、大量の北海道も持ってきました。今回のために、はい、北海道もね、めちゃくちゃ持ってきたんで、多分あったかいのは大丈夫だと思うんですけども。雨がね、心配ですよね。どのぐらい体温が奪われるのかっていうところです。はい。で、あの、ニューヨークのカウントダウンはね、まあ知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、朝ね、何時だったっけな。9時ぐらい、10時か。10時ぐらいから、あの、入場できて、あの、待つことができるようになって、そのまま11時間みたいな感じで、現地でまあ15時間とか、12時間とか、そのぐらい待ってカウントダウンを迎える。で、その間、お手洗いに行けないんですよね。はい。で、何かを食べると、まあ、お手洗い行きたくなる。何かを飲むと、まあ、お手洗いに行きたくなるということで、お手洗いに行けないんですよね。これがちょっと痛いところですよね。ですので、もう、昨日からね、あの、できるだけ水分を取らないようにして、で、さっきね、あの、ちょっとスナックみたいな感じのものをね、あの、朝食でいただいたんですけども、まあ、その時もね、あの、お水を取らず、まあ、今日のところはね、あの、口を潤す程度で、あの飲み込まないくらいのね、まあ、水分しか取らないで、まあ、行こうかなっていうところですね。
はい、ということでまだね、あの朝の4時ということでもうちょっとで5時になるんですけども、まあ、私はね8時半ぐらいにホテルを出て現地に向かいたいなというふうに思っておりますんで、ひとまず、まあ、それでね行きたいと思います。一応ねあのおむつする方もね結構いらっしゃるみたいなんですけども、まあ、おむつはさすがにしなくていいかなっていうところですかね。はい、まあ、近くにねドラッグストアもあるんで買おうと思ったら買いに行けるんですけど、まあ多分大丈夫、多分12時間15時間ぐらいだったら多分大丈夫なんじゃないかなって個人的には思ってるんですけども、まあ、こんだけ水分取ってなければね、はい、まあ、これで行きたくなって途中で帰るみたいな、まあないと思うんですけどね、まあ、そういった感じでとりあえず大量の北海道と撮影機材を持って、挑みたいと思います。あれですよね、待ってる間ね、うん、まあ、結構ね1時間ごとにあの夕方以降かな花火が上がったりするみたいなんで、まあ、音楽が流れたりとかね、まあ、ステージの近くではライブとかもね見れると思うんですけど、ちょっとあれが待ってる人に見えるのかどうかちょっと私知らないんですけども、ひとまず8時半になったらですね、カウントダウン、出発していきたいと思います。ということでちょっとまだ時間ありますんで、まあ、仕事しつつ8時半ぐらいになったらねカウントダウン迎えたいと思います。いやー雨降んないといいですね、はい、それでは朝8時になりましたので、そろそろカウントダウンの通りに行きたいと思います。いやなんかね、もう天気が今の段階でもうやばそうです。すごい霧ってて、一応降ってはなさそうなんですけど、ちょっとね、雨が心配ですね。まあひとまず会場に行きたいと思います。途中でドロップアウトしたらすいません。では行きましょう。それでは外に出てまいりました。タイムズスクエアはちょうどあっちですね。もう朝のね6時から規制が始まってますんで、もう規制はされてると思うんですけど見れない、まあ、ここの先で、まあ、花火が上がるという感じですね。一応まだ雨は降ってないですね。いや今ね張り切ってもう行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと待てようと思って、まあ、ホテルの敷地内なんでここはマリオットマーキスのですね、まあ、ここに敷地内にいる分には別になんかとやかく言われる必要はないと思うんですよね。ですんで最悪雨が降ってきてどうしようもなくなったらここに来るっていうのも手ですかね。あ、ここまでは来れるんだ。普通にここ、ここにいたらダメなのかな、怒られるのかな。やっぱりちょうどホテルがそこで、まあここなんですけど、いたら怒られるのか聞いてみます。まあ聞くのはただなんでね、聞いてみましょうか。それではなんとね、さっきの場所でも待ってても別にいいみたいですね。はい、すげえ迷ってきちゃったすげえガチガチに装備して、今まだちょっと暑いんでねコートとか着てないんですけど、すごい準備してきたんですけど、今の向こうの場所は普通に待ってても別にいいよみたいな、マリオットマーキスに泊まってる人があればねここ入れる場所なんで、めちゃくちゃ迷ってきちゃったいやね、あれなんですよ、雨降んないんだったらねもう覚悟はできてるんで待つのいいんですけど、雨降ってきたらどうしようかなと思ってて、それなんですよね。とりあえず雨が降るまでは頑張ってみますかね、うん、せっかく用意もしてきたんで。いやまさかあそこで待っててもいいよって言われると思わなかったんで、まあ、あそこも多分ここら辺入れる人がみんな来ると思うんでね、あれだと思いますけど、まあ、ひとまず49丁目の方に入り口があるみたいなんで、そちらに行きたいと思います。すげー、すごいね、やばい、もっとやばいし、もっと早い人たちがいるわ、やば。
ただいま朝の8時24分です。列に到着しました。まあ列っていうか入り口の列に到着したんですけども、ちょっと出しておきますけど、もうめちゃくちゃ並んでます。100人以上並んでると思います。朝の8時でカウントダウンの並びがこれですからね、やばいですね。ということで、これから超過酷の16時間の並び頑張っていきます。雨が降らないことを祈っておいてください。またちょっとね、本当は一眼で来たかったんですけど、もう雨予報がねされておりますんで、降り出したらもう逃げ切れないということで、ちょっと申し訳ないですけども、 GoPro で撮らせていただきますんで、その点ご了承ください。ということで並びます。では10時になりました。特にね何にも変わってないですね。はい、そろそろね列が動き出して入場が始まるはずなんですけど、あ、動いたっぽいですね。あ、動きました動きました。ちょっとカメラじゃ分かんないかもしれないですけど、動き出しましたね。ちょうどカメラを回した途端に動くっていうね。ここから本格的にお手洗いが行けなくなる感じですね。今はまだ柵に囲われてなかったんですけど、これから柵に囲われてさらに待機時間が始まります。では抜けました。セキュリティめちゃめちゃすごい人、まあ、とりあえず分かんないんで前の方に行きましょう。あ、ここでもう一回セキュリティ、すごい何個もあるって言ってました。ノボベー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 。これは何で並んでるのかよくわかんないですね。なんかゲートごとに何かさせてるかな、ちょっとわかんないです。はい、遠回りしてマリオットマーキス戻ってまいりました。さっきいたのがあそこです。マリオットマーキス。みんな角にいますね。角に。じゃあここにいましょうかね。ではここであと何時間ぐらい？12時間ぐらい待ちたいと思います。はい、ということで、まあ、ひとまずね真ん中に入れて、ここにステージがあってステージも見えるし、まあ場所的にも悪くなそうなんで、またね柵の端っこも取れましたんで良かったです。ひとまずね、あの驚きなのは全然寒くないんですよね今。全然寒くない。ちょっとここまで着込まなくてもいいぐらい。でも夕方以降は多分寒くなると思うんですけど、現時点だと全然寒くないですね、はい、ということでしばらくここから辛い時間が頑張りたいと思います。今午後の4時です。ライブが始まりましたね。多分リハーサルじゃないかな、ちょっとわかんないですけど、やってます。周りはこんな感じです。雨がめちゃくちゃ強くなってきました。やばい、あと8時間
6時間です。長い。5時間です。思ったより時間経つの早い。でももうずぶ濡れです。頑張ります。あと2時間半のところで風船が配られました。前は花びら回らないんでしょうか。よくわかりません。では11時25分、あと30分で新年を迎えます。なんとね、この時間になって雨がね、やっと止みましたね。ポツポツまた来てるんですけど、一瞬止みましたね。このまま止んでくれるのか。もうね、私も全身ずぶ濡れでございます。この30分もなんかあれですね、これでもう終わってしまうのかっていう感じですね。16時間ぐらい並びましたけど、思ったより早かったですね。では残り10分になりました。あとカウントダウンまで10分です。雨止んだと思ったらまた降ってきましたね。